はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5月8日月曜日でございまして、まったりとしたいんですけども、これから出かけます。この動画は今日のですね、夕方と夜に上げますね。いっぱいね、撮りだめでね、もうね、上げる予定を入れてるんですよ。はい、行きましょう。ブルームバーグでございまして、これ別に急がない話でございます。昨日の13時12分にこういう記事が出てますね。中国の金保有が6ヶ月連続で増加、外貨準備高も増える4月末という記事でございます。読みにくいねこれ。ブルームバーグなんとかしてえな。これもう画面の半分しか読めへんねん、使えへんねん。まあ短い記事なんでね。中国の金準備は6ヶ月連続で増えた。金をね、準備してるんですよ、中国は。金です。ゴールドですよ。地政学的経済的利息が高まる中、世界の中央銀行が金保有を拡大している。国家外為管理局が7日に発表したデータによると、中国は4月に金保有を約 8.09 トン増やした。3月までの5ヶ月間に約120トン増加した後、総保有量は2076トンに達していると。一方、4月末の外貨準備高は3兆2048億ドルで、前月から209億ドル増加したとのデータも示されたと。たったこれだけの記事でございます。しかし、示唆するところはですね、非常に大きいわけでして、ロシアはですね、去年の2月24日にウクライナを追っ始めましたね。皆さん記憶に新しいところかと思いますけども、実はロシアその前にですね、数年かけてですね、金を増やしてるんですよ。なぜか。ロシアは2014年にウクライナの領土であったクリミアをですね、一方的に自分の領土であって言ってしまいました、言ってしまってですね、住民投票して、オーラ大丈夫、民主的だ、手続きを経たって言ってやってしまいました。当然世界各国は反発をしまして、制裁を加えました。それまで G8 と言っていました。今の G7 プラス一つ国が多かったんですね。その一つ多かった国はロシアやったんです、実は。お前みたいなのは入れとくわけにはいかへんということですね、追い出しました。今 G7 になっています。で、その他ですね、ヨーロッパ、アメリカ、日本からですね、経済制裁を受けました。経済制裁を受けたことによって、まあ多少は困ったんですけど、まあどってもなかったんですね。別にどってもなかったんですけど、なぜロシアは資源国でありますからですね、ヨーロッパにガスや石油を売ってですね、多大な外貨を得るわけであって、それで国民を加えしているというのがロシア経済です。ところが、まあ経済制裁を受けたわけであって、まあちょっと困ったなということになっていました。で、去年ですね、2022年の2月24日にウクライナに全面侵攻を出しました。で、それはもうプーチンが計画をしてやったことなんですけども、それをやればですね、経済制裁を受けるだろうということはあらかじめ分かってたわけですね。だから経済制裁を受けてもいいようにですね、金をいっぱい買ってですね、ドルを貯め込んで、まあドルはあんまり貯め込んでなかったね、実は。どっちかというと金を貯め込んだと言えばいいけどな。金を貯め込んでいろいろ準備をした上で、ウクライナに侵攻しました。一番ですね、経済制裁を、すごい経済制裁を受けて、一番ですね、計算外だったのは多分、オリガルフィーだと思います。ロシア国内の大金持ちですね、旧ソ連の資産を引き継いでですね、独占経営によってですね、莫大な利益を得ているオリガルフィーですね。これはシロビキと言いましてですね、ソ連の、旧ソ連の警察、スパイ、KGBですね、で、軍隊の幹部らがですね、まあ、その国家権益を得て大金持ちになったっていう、まあ、ちょっと一種、いびつなですね、財閥みたいなものですね。
の経営者連中ですね、まあ、言うてみればプーチンの仲間と言ってもいい、白引き系のオリガルフィがこいつらはですね、しこたま金儲けてますから個人資産があるんですけど自分の国を信用していないわけですね。だからアメリカやスイスやイギリスやケイマン諸島とかにドカーッとですね資産を置いてあったんですけども、アメリカやイギリスに置いてある資産は全部凍結されてしまったんですね。これによってですね、プーチン何アホなことしてくれてんねーというふうなオリガルヒがいっぱい出てきたんですけども、今その大半の人はですねこちらの世界ではいらっしゃらないと、まあそれはいいんですけど、で、中国もそれを旗横目でこう見てたわけですよ。あ、ロシアあですね、ウクライナに行ってですねあんな目に遭うてんでと、みんな資産没収されてるやん、あかんやんそれということでですね、中国は次に台湾に行くかもわからんと、でそうすると西側の経済制裁を受けるかもわからんということで、何をしているかと言いますと金を増やしているわけですね。金というのはですねもう一番手堅い資産なんですね。で、経済制裁を受けたときに困るのはですね、外国から物が買えなくなって国民生活が窮乏するということなんですね。国民生活が窮乏するとこれは政府が悪いんやとってみんなが思うわけです。みんなが思うと反政府運動に走るわけですね。で共産党一党独裁っていうのは権力基盤が非常に脆弱なんですね。国民がみんなあいつらあかん共産党なんか追い出せとかで言うてですね、マッチに出て大騒ぎしてですね、要は天安門広場事件ってのは1989年にありますけども、あれが全国的に広がったらもう共産党政権も持たないわけですね。だからなんとかね国民にはですね、まあ多少の不自由はかけてもですねあんまり窮乏させないことが中国の政府のですね、まあまあ義務みたいなもんですね。自分たちが存続するための条件です。それがためには外国から物が買えなきゃいけない。物を買うためにはドルがあるのが一番。でだがドルは増やしていると。苦しいけれどもドルの残高は国内に増やしておくわけですね。いつでも払えるように。でもう一つは金なわけですよ。で金を増やしてドルを増やしてって、お前ら何考えてんねんって、何か悪いことしようと思ってるやろというふうに見られてしまいます。私はそう見ます。だから習近平政権ね、もうここ 2,3 年ねものすごいサイロを作ってね、食料もねいっぱい溜め込んでるんですよ。これ絶対ね経済制裁をこう想定してですね、外国から物が買えなくなっても自給自足で何年間かはですね食いつなぐということをあれしてんやろな、想定してんやろなという動きですよ。だからこういったところから見てもですね、台湾有事ってのはあるんやろうなという気がしますね。まあ非常にこう不気味な、ほんまお前らほんまにやんのみたいな感じですね。でその台湾有事っていうのは2027年、今からですね4年先ですねまでにはあるだろうとアメリカの要人たちは真剣に想定をしていますね。今から4年先と言いますとですね、習近平がですね、今3期目なんですけど、4期目に突入する年なんですね。4期目に突入するのにですね、こう、異論を封じるために、俺は台湾を取ったんや、ということをですね、言いたいがためにですね、やらかすんちゃうかというふうに言われています。プーチンを見ててもですね、何も得ないでしょ、あれ、ウクライナ行ってもですね。何も得ないけど、プーチンの維持だけでやってるんですよ。独裁政権っていうのはそこなんですね。客観的に見て合理的に見て何の意味もないやろうと思うようなことでもですね、独裁者はやらかしてしまうわけですよ。それ絶対やめた方がええやんとみんなが思ってもですね、やらかしてしまう。これはですね、昔のヒトラーもそうですし、その後の独裁者キム・イルソンもそうですし、毛沢東もそうですけど、独裁政権っていうのはそんだけ危険なんですよ。つまり最後はですね、合理的判断で動かないわけですね。個人の感情ですね、価値観、あるいはエモーショナルなところでですね、これはこれをしたいねんというところでやらかしてしまうというのが独裁政権なんですよ。だからこういう、それを考えるとね、こうやってですね、金を増やしてる、ドルを増やしてると聞くとですね、これはほんまに台湾あるなぁと。いうようなことを思ってしまいますね。はい。
ということで、この今私が全部読みました短い記事でございます。ブルームバーグですね、中国の金保有が6ヶ月連続で増加、外貨準備高も増える4月末という、このアドレスを貼っておきますので、確認をされたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。